紫輝くんの公式アンバサダー、実は企業とのパートナーシップとは異なる役割紫輝くんの役割、ただのインフルエンサーそれとももっと大きな存在紫輝くんの公式アンバサダーとしての役割について考えてみましょう。実は、アンバサダーとパートナーシップの違いについて知っていますかアンバサダーは任命されたものであり、一般的には企業との契約に基づくパートナーシップとは異なります。つまり、 平野の仕君がアンバサダーとして任命されたのは、彼の個人的な魅力や影響力に基づくものであり、彼が所属する個人事務所との契約と密接に関連している可能性があります。アンバサダーとしての影響力について、私は以前はそれがかなり大きいものだと考えていました。しかし、最近では KPOP 界隈の様々な人々が公式アンバサダーを務めているという報告を聞きましたが、 その中で、平野仕様のパートナーシップは特に興味深いものでした。アンバサダーとしての役割について考えると、彼がどのような活動を行うか、どのようなコンテンツを発信するか、その目的やメッセージは何か、といった点が重要です。これは、企業とのパートナーシップとは異なる部分であり、役割や責任の違いが生じる可能性があります。浅間弥生さんの場合は、デザイナーとしての契約でしたが、 紫輝くんの場合はどうでしょうか彼の役割や活動は単にインスタグラムや他の SNS での注目度を利用しているだけで他のインフルエンサーと変わらない立場なのでしょうかそれとも彼のアンバサダーとしての役割にはより深い意味や重要性があるのでしょうか一般的にアンバサダーとは一種の任命であり一方パートナーシップは企業との契約です。ですから 平野の使氏が個人事務所を持っているということを考えると、彼との契約はそちらのそばで行われる可能性が高いと思われます。私の考えでは、戸部からの発信がなかったのはそのためかもしれません。中身は確認していませんが、そういった可能性があるのではないでしょうか。一方、浅間やよいさんの場合はデザイナーとしての契約だったと聞いています。ただ、それぞれの役割が異なることを理解する必要があると思います。 上下関係ではなく、単に異なる役割を果たしているということです。これは私の見解ですので、誤解があればご容赦ください。平野耀さんには、今後も頑張ってほしいですし、応援しています。そうそう、なんだか他の人からよくマウントを取られることがありますよね。パートナーシップに関して、インスタグラマーの注目度に依存しているだけで、 実際はアンバサダーが数億円の契約金を受け取って契約しているということを考えると、同列ではないと言われているようです。でも、実際はどうなんでしょうかね。さて、祭り社長も今春からナンバー、愛ンは楽しいと言ってくれていましたが、おかげさまで本当に楽しいですね。いろいろあって濃い一年だったなと思います。笑い。あの頃の自分に教えてあげたい。大丈夫だよって。 ただ、紫輝くんを信じてずっと前進していってほしいです。彼が幸せになれるように、これからもたくさんの応援を送ります。でも、ドラマが始まると紫輝くんはストレスで痩せてしまうかもしれないから、本当に集中できる環境が整ってから、彼のペースで活動してほしいです。自分が本当に気に入って没頭できる作品を選んでほしいなと思います。今は3人が心から楽しんでいるように見えますし。 それを見ると本当に嬉しいですね。ありがとう。また、彼がどのようにストレスやプレッシャーに対処し、自分のペースで活動することができるかも興味深いトピックです。ドラマの撮影や他の仕事の間、彼がどのように心身の健康を保ちながら活動しているか、ファンとしては気になるところですよね。このような観点から、紫輝くんのアンバサダーとしての役割や活動、 そして彼のストレスやプレッシャーに対する取り組みについて考えてみることは、彼を応援するファンとして興味深いテーマです。彼がこれからも多くの人々に幸せをもたらし、彼の活動が成功することを願っています。最後に、あなたは紫輝くんの活動や役割についてどう考えますか彼のファンとして、あなたが望む彼の未来の活動や作品について、どんな希望や期待がありますか どんな作品やプロジェクトに彼が取り組んでいるとき、あなたは彼をどのようにサポートしますか興味深い議論をお待ちしています。